今回は千葉県木更津市にある道の駅木更津うまくたの里にお出かけしました。そこには絶品料理と木更津ならではのお土産がたくさんありました。今回ワンズと遊びに行ったのは千葉県木更津市。木更津は東京湾アクアラインを使って来られる方も多く、最近人気のエリアです。木更津東インターのすぐ横にある木更津うまくたの里が見えてきました。都心から60分、房総の玄関口うまくたの里は体験型テーマパークで、地元名産品が約2000点あるほか、地元農家の野菜や果物がたくさんあることでも知られていて、多くの道の駅ファンが来場しています。到着がお昼時でお腹が空いていたので、今回お目当ての農園カフェレストラン&ツリーで食事をとることにしました。ここはテラス席でワンちゃんと一緒に食べられます。このお店ではオリジナル創作のスープおうどんが人気。おだしのうどん、クリーム系のうどん、トマトのうどんなど、いろんな味が楽しめます。また彩り野菜とビーフシチューポットパイのプレートも大人気です。今回私たちがチョイスしたのは、お店で一番人気のエビと明太子のクリームスープうどん。オリジナルのクリームスープにエビと明太子の相性もよく美味しかったです。もう一つは数量限定の彩り野菜とビーフシチューポットパイのプレート。地元の新鮮なカズサ野菜を使ったキッシュ、テリーヌ、ローストビーフをはじめ、ビーフシチューのポットパイがワンプレートに。どれも絶品でした。目を輝かせているワンズにはパンと野菜をお裾分け。ということで、ワンコにはちょっとだけ最初から残していたパンとお野菜お裾分けしたいと思います。どうぞ。まずはキュウリ。なんでそんなキュウリ好きなんだよ。キュウリ大好きですね。キュウリ、キュウリ、キュウリすごい大人気。キュウリです。キュウリ大好き。あっという間にキュウリがなくなりました。次は人参です。人参です。はい、人参、人参、人参も大好きです。ランチを食べた後は店内散策してみました。千葉といえば千葉リバリ、美味しいよ。はい、有名ですよね。千葉県産ピーナッツを使用した、はい、塩バターチップ。はい、いや1個でいいです。はい、うち大好きですよね。まあ毎回来るんでね。お、何やらブルーベリーがたくさんありますね。ジャムだとか、
ジュースだとかね、いろいろブルーベリー系ですね。お、ブルーベリーのリキュールだそうです。スタッフの発表限定。チーズケーキが欲しかったんだっけ。へぇ、高いよ。いいですか。はい、すいません。はい、はい、すいません。いただきます。もう美味しい。いただきます。どう。美味しい。これは美味しいですね。チーズ濃いね。うん、美味しかった。はい、ピーナッツペースト。あ、これですね。でこれも買っていこうか、うん、はい、はい、ピーナッツペーストです。もうやっぱり落花生がね、さすが生落花生出ますね。はい、大まさりの落花生を購入です。はい、木更津はね、ブルーベリーが有名みたいで、はい、木更津市はブルーベリー大産地に書いてますね。はい、いろんなブルーベリーが売ってますね。何やら卵が有名みたいですね。はい、鳥海さんの卵らしいですね。なんかイラストかわいいですね。イラストが赤の女王様っていう卵らしいですね。ちょっと食べてみましょうか。はい、なんかね、房総はね、醤油でも有名なので、いろんなね、こう卵かけご飯の醤油とかね、たくさんあります。卵かけご飯の醤油、これ美味しいですよ。うちもいつも使ってます。はい、房総サイダー、ビワ風味ってありますね。はい、房総といえばね、ビワが有名なので、じゃあこれ買ってみましょう。千葉限定販売です。はい、房総サイダーとビア風味と梨風味。はい、購入です。はい、海苔も有名みたいで、いろんな海苔の商品が売ってますね。あ、ここに僕の大好きなうまい棒海苔味。うまい棒言っていいの。いいんじゃないですか。だってうまい棒じゃないよ。そう、海苔、海苔棒海苔塩味。はい、こちらをね、大好きなんで購入したいと思います。はい、ここでスタンプラリーやります。はい、木更津うまくたの里スタンプですね。はい、スタンプですよね。はい、じゃあ押していきましょう。はい、はい、ここでスタンプ全部押しました。こんな感じになります。この日は少し涼しかったので、木更津の名所、恋人の聖地として知られる中之島大橋へ向かいました。はい、ということで恋人の聖地中之島大橋に到着しました。はい、ここですね。はい、じゃじゃん。こんな感じですね。それとワンズ。はい、はい、じゃあちょっとね、涼しくなってきたんで、ここで散歩しましょう。
い、こんなロケーションです。お、海綺麗ですね。思ったより鍵なかったね。ここになんかラブって書いてある。なんかもう鍵も古いね。もっといっぱいあるのかと思ってた、うん、なんかもうこれをつけてた世代っていうのはかなり古いのかもしれないですね。サビサビだよ。サビサビですねでもそうでもない。たまにだって2021年だもんこれ。あ、本当？本当だ。錆びちゃうんだよ。錆びちゃうんだね。まあ雨にね、雨と塩でね、錆びちゃうんですよ、うん、はい、ちょっとね、橋の上ちょっと上がってみたいと思います。行くよ、行こう、行こう。木更津漁港です。はい、海猫、海猫の声が聞こえてますね。中之島大橋は海風があり散歩すると気持ちいい場所でした。なんか空に通じる道みたいだね。ちょっとこのままちょっと怖いね。このまま空に向かってゴーみたいななんか飛び立つような感じの橋です。風は強いね。タック風強いね。ということでここで写真を撮ってみます。はい、いかがでしたでしょうか。道の駅木更津うまくたの里、絶品グルメと木更津ならではの商品がたくさんありました。ワンズも道の駅や中之島大橋で楽しく過ごせたみたいです。今後も気になる道の駅をワンズと一緒にレポートしますのでお楽しみに。励みになりますのでチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。